松坂です。パミーしちょぱんチャンネルのしちょぱんです。よろしくお願いします。お願いします。今日はしちょぱんチャンネルさんという旅行と Vlog をやっている YouTuber さんとのコラボになります。お邪魔します。ありがとうございます。来ていただいて、松坂 B チャンネルいつも見てます。ありがとうございます。僕も見てます。ありがとうございます。実はですね、まあ、YouTube を通じて知り合って今日会うのは2回目なんですけど、まあ、なんで僕がしちょぱんチャンネルさんを知ったかっていうと、踊ってみた動画、そう、 Vlog と旅行の YouTuber さんなのになぜか踊ってみた動画を上げてるんですよ。アイドル好きなのでちょっとやってみて。そうなんですよ。なんかメンズだけになんか10人ぐらいの踊ってみたっていうのがすごいもう何万回生とされてて、この YouTube 面白いなと思ってからずっと拝見させていただいてるんですけど、それが今回ですね、しちょぱんチャンネルさんの方でトレーニングというかね、ダイエットを始めましたっていう投稿があったので、これは僕のパーソナルを受けてもらわないかなっていうので、まあ、今日来ていただいたっていう感じで、はい、お願いします。お願いします。いやでも全然太ってないけどね。いや太ってる。お腹がやばいんです。いやいやいや、見ます。いや大丈夫です。ちょっとバーサルちゃんというところでですね、もう今日は僕のパーソナルをしちょぱんに体験していただいて、まあ、どういった流れなのかっていうのを見ている皆さんにもお伝えできたらなと思っておりますので、よかったら最後まで消さずに見ていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そしたらまずストレッチから、はい、していきたいなと思うので、ストレッチ台に仰向けになってください。はい、やばいよね。硬い。痛い。めっちゃ硬いよね。めっちゃ硬いね。これが肥満原因ですか。足首が硬いと、まあ、見た目として一番変わるのはむくみかな。あ、むくみやすかったりは。むくみが本当にすごいです。顔も体も全部。それはちょっと運動不足で血流が悪くなってるのと、栄養素のバランスが悪いかもしれない。普段ストレッチとかは全くしないです。ダンスの時にちょっとやる気が出ない。うん、けど全然なんか周りのみんなにと比べても自分だけ明らかに硬いです、うん、なんかこれマスクしててよかった。本当にすごい顔してる今マスクの下でマッサージ受けてる感覚だった。うんうんうん、来るのが大変でした。入るまでめっちゃ緊張してた。でも股関節とかそんなに硬くない。ああ、股関節は柔らかいですね。なんかすごい気持ちよくなってきました、うん、最初はね、いきなり伸ばされたりするから、こう体が縮めようとして痛みとかが出るけど、しっかりと伸びてくればこう気持ちよさっていうのが出てくるので、ね、お尻すごい硬くなってる人とか多くて、うん、お尻が硬いと腰痛の原因だったりとか骨盤の歪みだったりとかいろんなものにこう影響してくるので、しちょぱんはどうでしょう。お尻も多分硬いと思う。肉は柔らかいってでも本当に気持ちいいです。ストレッチってやっぱりね、痛くてやめちゃう人結構いるんですけど、しっかり伸びてくればすごく気持ちいいので、自律神経とかもね整いますので、うわ、バリバリ。これをしてない、今消しにへっこませてるんですけどはい、じゃあストレッチが終わったのでトレーニングをやっていこうかなと思います。すごい、もう軽くなった。めっちゃ気持ちよかったです。よかったですね。ストレッチの良さがちょっとでも伝わってくる。はい、もうこれで買いたい。ルックのさ、やりたいにトレーニングの部分がありますか。どこを使いたいとか。なんか大きい筋肉。大きい筋肉の方が胸だったりとか、ね、背中、あと足。足はでも考えていたので、じゃあせっかくなんで足を。わかりました。じゃあ足のトレーニングと、はい、胸とかもね、しっかりやっていけたらと思いますので、頑張りましょう。はい、わかります。はい、さあ、行くぞ。よし、じゃあ早速体幹トレーニング、トレーニングをする上で体幹を意識して体の軸を作るっていうことがすごく大事なので、はい、体幹トレーニングのオーソドックスなプランクという仕事をやってもらおうかなと思います。バッチリ。これやったことあります。あります。ポイントを説明します。基本的にはお腹で体を支えるという種目になるので、この状態で支えます。でこの時に注意していただきたいのが重心の取り方。前に来ると腕が辛くなるし、後ろに行くとお尻が上がって体幹抜けちゃうので、基本的には顔面直線にして結構開く。たまにこう結構痩せちゃうっていうんですけど、こうするとお腹落ちちゃうので結構開く。
素敵ですか、うん。じゃあね、せっかくなんで、はい、まあ、東京だとなかなかね、強度が強いのやらないんですけど、今日は YouTube で撮影ということで、しっかりと初版には嬉しいと思います。はい、頑張ります。そしたらですね、まずブルガリアンスクワットというね、ちょっと難易度が高い種目にはなるんですが、まあ大丈夫でしょうということで、はい、心配なんですけど大丈夫ですか、本当に大丈夫ですか、本当に大丈夫です。で、ネガ筋肉は裏ももからお尻にかけてのラインになりますので、そのまましっかりとトレーニングすることで階段を下ろすかなと。はい、やり方はすごい簡単です。お尻がつくように、で、この中で重心はかかとの重心で、ダメな方法は骨盤が立って骨盤がそのまま足上げます。これはダメ、これは前ももに足上げます。じゃあ、やってみましょう。あーやばい、本当にきつい。ということで、バランスが取れてきます。でも出てきてます。でも、はい、マジでそう、これが本当に遅刻したら、こちらで、また出てきて、上がる。あー、きつい。まず5回いきましょう。これ足詰めて、立てなくなる気がします。この時お腹しっかりと入れて、腹圧をかけてあげてください。すごいあれはきれい。あーやばい、本当にきつい。何足詰めやりますか。それは欲しいです、というかちょっとやっぱり YouTube 用にきつくやってるので、初めて来る方こんなにきついのやりませんのでじゃあ何回やるんですか。10回です。うわーやばい、やばい、はい、はい、はい、やばい、オーケー、オーケー、本当にやばい、ローダー抜きでやばい。この後ずっとやります。やりますかってことにしましょう。やったってことにしましょう。できるかな。やんないと意味ないんですよ。そうですね、基本的にトレーニングはこれでも、あ、どうしても黒黒元じゃないですか。ちょっと掃除業により3セット目からにはなったんですが本当にやったからね。本当にやったからね。はい、さあ行きましょう。せーの、よし、行きましょう。ね、うん、全然ね、これが余裕だったらなんだろう。45キロに上げて、ちょっと上げられたことができました。45上げられたら、ちょっと全然全然上げられてると思います。すごい、イメージアップ。あー、重い、うい、あー、これ、ギリギリの音しよう。ダメかもしれない、やばいよ。はい、あと1回、ちょっと待って、ギリ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 、はい、OK、 はい、いいんじゃないか。不思議な、これはきつい、顔も絶対やばい。これ効いてますね、効いてる感じします。バッチリですね。次は背中のトレーニングをやろうと思ったんですが、懸垂です。懸垂って、なんか10回とかできたことないですよ。懸垂やっていきましょう。幅はどんくらいですか。幅は肘90度になる位置じゃないですか。めっちゃ広い。はい、広めでいきます。で、肩甲骨しっかり寄せていくので、これ背中で上がりますよ。絶対ダメだ。で、背中レベルチェックですね。膝曲げて上がります。はい、で、重心前に来たから肩を曲げて、はい、いきますよ。せーの、ごめんなさい、上がりません。ガチャです、これガチなんです。
でもそれなんかわざとやってるだろうって思われるのが一番恥ずかしいから嫌なんですけど、でもそれガチなんですよ。天国でやってるよ、気を見ないで。あ、きつい。6、はい、7、はい、よしよし、はい、はい、9、高い、はい、くるりまーす。オッケー、すげえいい、苦しんでる感じ取れたよ。これ腕で表すと全部取れてるから背中、ここから上に上がるよ。はい、させたいのと、背中、足、手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 、はい、オッケー。これでも腕が痛っちゃダメなんですよね。まあ腕も耐えるんだけど、基本的には背中に行かないと、背中がちょっとまだ使いづらいですから。あ、でもすごい、本当すごいですね。よし、じゃあ最後の種目、腹筋をやっていこうかなと思います。もうやりきったかも。大丈夫。もうなんか疲れちゃって話も出てじゃあ最後の時間を振り絞っていただいて、はい、腹筋をやっていきます。お願いします。では安全にやってください。クランチをやっていきます。腹筋を丸めて上がっていく動作です。はい、頭から行かないようにしっかりと腹筋丸めるようにして上がっていきます。はい、行きましょう。せーの、さあ、1。腹筋上がりすぎると抜けちゃうので一番効いてる、はい、そこまで、はい、3、はい、4、9、こんな感じで準備が入ります。 OK。 うん、上がるね。上がります。はい、筋絶対ないです待って、上がってないよ。上がってないよ。はい、上がるときはどうするんですか。できないときはこいつを持ってもらって、僕が引っ張り上げるんで、はい、上がらず、こういうときに、はい、はい、こういうときに、はい、はい、オッケー。お疲れ様でした。はい、ということでひろくんにストレッチとパーソナルトレーニング体験をしてもらったんですが、はい、相当きつそうでしたね。めちゃくちゃきつかったけど、うん、今まで感じたことないぐらい効いてる感じがします、うん、ちょっとね、今パンプアップしてて大きくなったかなっていう感じあるので、なんかおかしい体がおかしいよな、上がらない。明日ちょっとね、強めの気にしてくるかもしれないんですが、まあ、それは頑張って証拠ということで、今日はストレッチオブライフというね、このパーソナルジムで撮影をさせていただきました。ご興味ある方、ぜひぜひ概要欄にね、このストレッチオブライフの詳細貼っておりますので、ご覧いただけたら嬉しいです。あと、ひちょぱんチャンネルのね、あの紹介も概要欄に貼ってありますので、はい、ね、いろんなひちょぱんが見れると思うので、よかったら見てみてください。よろしくお願いします。ということで、今日はありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。またぜひぜひ別の機会でもコラボできたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。さあ、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。バイバイ。アミー、ありがとうございました。